チャオ、ゆりこ大河です。皆さん、こんにちは。この前、ハンバーグ動画、すごく良かったと思うので、今日も一つのチャレンジをしたいと思います。ドドン!うどん。そう。天ぷらうどんはね、何回聞いたことあるなんですけど、なんで、うどんも天ぷらにしてみない?って思って、今日はうどん天ぷらをやりたいと思います。ですね、ほんとね、どうやってこのアイデアが思いつくかもほんとわからん。普通にね、私はうどんが大好きです。そばよりがうどんも好きだし、ぶっかけうどんとカレーうどんも大好きです。そう。結構ね、最近あまり食べてないのはダイエットのためだったんだけど、もう結構もうイベント、コスプレイベント終わった後にコミケットマーケットに出てきてから TFT に行って、そのうどん屋さんいつも食べに行ってますよ。ちょっと待って、いや、できる。まず開けます。まず。できた。よし。ふう、大変だった。わお。わお。わ。あ。すごい。では、いきたいと思います。まず、一本から始めます。ちょっとちっちゃい、ちっちゃかったから。よいしょー。ここに入れて。で、せーの。もう一回。せーの。うわー、すごーい。できてるかな、これ。できるのかな。できてる、できてる、すごーい。どんどんに行きたいと思います。わーお。楽しい。普通に楽しいわ、それ。すごーい。わー、形もできてるね。すごい。変な形もできるじゃん。これぐらいで大丈夫かな。ほんと、もう何が作れる気がする、これ。わお。見て見て。ほんとそのままにしたら、ほんとそのままの形が出てくるんだよ。面白い。美味しいかな、これ。ちょっと、面白い。わーお。長っ。長い。おぉ。これもうできてる。キュッと。面白い。かわいい形できてるよね。かわいいね。面白い。かわいい形が最高。もうちょっと入れようかな。せっかくだからさ。くるくるくるく。わお。あ、痛い。美味しそう。うどん天ぷら食べたことある？ないだろう。ないだろう。うおー。これで美味しそう。
言ったり、かわいいね。面白い。もう形がね、全然違うもん。これ固まった。これあともう一つ。これできた。なんかフライ、ポテトフライにすっごくに見えるんだけど。まぶしい。よっしゃ。何これ。面白い形が。丸い。なんか指輪みたいだね、これ。OK。もうできた気がする。結構早かったね、さすがに。わお。できましたー。よし、食べてみたいと思います。せっかく、イエーイ、ワンペディートー。よし、とりあえず全部入れます。ポンポン、パパー。はい、見た目はね、こんな感じです。どうですか、結構いい感じ。うん、美味しいだったらいいな。美味しいだったらいいな。よし、食べてみます。面白い、かわいいこれ。どうやって黙るかな。OK、 せーの。何これ、なんかほんと天ぷら、うどんを食べてるか天ぷらを食べてるのかの混ざってようわからない。なんかエビフライのエビがないの天ぷらの味する。悪くはないけどね。美味しいは美味しいけど、美味しいけど面白い。なんかアニメを見ながらこれを食べるは絶対最高だと思ってます。おぉ。うん。うん。おいしい。なんかパンとかに思い出すね、味的には。はい。でも、正直、ハンバーグの方が美味しかったね、今思った。いやー、ちょっとね、ハンバーグはね、何点だったっけ？言ってなかった気がするけど、まあまあまあ、80、90点だけど、これ、50かな？ 50、60ぐらいかな？あ、なんか、天ぷらうどんが美味しいじゃん。うどんの天ぷらが、ちょっと違ったんですね。ちょっと違った。ほんと、小麦の味して、だから小麦を好きな人がいいんだけど、私はね、いや、これ食べたらさ、もうダイエットダメじゃん。もうダメじゃん。ちょっとダメじゃん。ダメ出るわ、これ。やだ。もうこれだけ食べたらもう今日は何時が走ってしなくちゃいけないよ。よし、これで終わりました。皆さんはどうと思いますか？自分で作ってみて、食べてみない？ほんと、おい、人によって美味しいかもしれないよ。ぜひ、次は何を料理とかさせたいだったら、ほんとさせたいだったらね、何がもう一個作ってみたいと思います。で、写真集はまだ発売中です。もうずっとこれが言う。発売中です。ずっとこれで言うんだね。最近、うるさくねって、いや、ほんとってさ、急に言ってさ、写真集ないですかって聞かれるさ、あるじゃん。あるじゃん。で、ほんとね、買ってほしいですね。はい。で、お金のお知らせは私のツイッターにチェックしてください。じゃあ、またの次の動画へ。よろしく。グラッチェ。チャオ。あとはね、下ボタン押して。